エイブル進学応援チャンネル日本大学編イエーイ。はい、皆さんこんにちは。エイブル進学チャンネルのエイブル湘南大店河野です。今年入社した小松です。さて、今回は日本大学に通う学生さんのお部屋探しのおすすめのエリアを地域の情報を含めて紹介していきたいと思います。では早速紹介していきたいのですが、まず日本大学はどこにあるかというと、小田急江ノ島線の睦会日大前駅が最寄りになりまして、駅から大学までは徒歩3分の距離です。近っ。この睦会日大前駅という長い駅名で余談にはなりますが、100年以上昔に6つの村が合併して睦会村となり、睦会駅が存在しました。日本大学の提案によって睦会と日大を合体させて20年以上前に現在の睦会日大前駅となりました。なるほど。小松さん、はい、ちなみに睦会日大前駅っていうのは最初読めましたか？いや、全然読めなくて6会日大前だと思ってましたよ。やっぱり。いや、恥ずかしい。はい、気を取り直しまして、日本大学の最寄り駅である睦会日大前駅ですが、ワンルーム 1K の家賃相場は3万円から6万円で、藤沢市の中では家賃相場が比較的に安いエリアです。こちらの駅は日本大学が近くにあることもあり、学生さんが非常に多く治安も良くて住みやすい街です。何がいいって、やっぱり大学まで歩いていけるというのが何よりの魅力ですよね。そうですよね。都内の大学だと電車通学が多いから、歩いて大学まで行けるのは魅力的ですよね。続いて紹介したいのは隣駅の湘南台駅です。私どものお店も湘南台駅から徒歩2分の距離に立地しています。こちらのおすすめポイントは、なんといっても一駅で3路線が利用できることです。湘南台駅めっちゃ便利ですよね。横浜まで1本で行けますもんね。ただ睦会日大前駅と比較すると、だいたい5000円から8000円くらいは高くはなるんですよね。湘南台駅の場合は店舗も多いので、アルバイトを考えている学生さんにはいいですよ。あと大学以外の活動が活発な学生さんも3路線あるから便利ですよね。はい、では睦会日大前駅と湘南台駅を整理してみましょう。睦会日大前駅は大学に近く徒歩で通学できるのと、家賃が湘南台より5000円から8000円安くなる。湘南台駅は家賃相場は若干高くはなってしまいますが、小田急江ノ島線、相鉄線、ブルーラインの3路線があってアクセスが便利。マンションタイプの物件が多いのと、大学までは自転車通学が可能なエリアになっています。プラスアルバイト先が多いということで、2つのエリアをご紹介したのですが、ここでスムーズにお部屋探しをするコツをご紹介したいと思います。いや、だいぶ不動産屋さんっぽくなってきましたね。そうですよ、不動産屋さんですから。初めてのお一人暮らしだと、どんな条件で探したらよいかがわからないと思います。まずこれだけは決めておこうというのが、お家賃の上限です。親御さんが出してくれる場合もあるかとは思いますが、まずはこれを決めないと始まらないです。やっぱり家賃は大事ですよね。いろいろご説明しましたが、お部屋探しはよくわからないけど、とりあえずエイブルに連絡をしてみるでも OK です。エイブルではオンライン相談というのもやっておりますので、お店に来られなくてもテレビ通話でのお部屋探しもできます。コロナ禍の状況で店舗に来るのも大変ですし、不安な部分もあると思います。そんな時はぜひオンライン相談を利用してもらえばと思いますので、気になる方はぜひエイブルのホームページに載ってますんで、そっちも確認してみてくださいね。オンライン流行ってますよね。本当あれ便利です。なかなか地方から東京にお部屋探しってお金もかかりますし、ちょっとハードルも高いので、直接行かなくてもお店の人に相談できるっていいですよね。それでは今回は、日本大学生が住むには日大前駅と湘南台駅がおすすめっていう話をさせていただきましたけど、駅だけじゃなくて、まだまだ学生さんにおすすめの物件だったり、とっておきの情報があるんです。今回は時間が来ちゃったのでここまでですが、他にも聞きたいことがありましたら、いつでもお店にご連絡ください。よかったらいいねとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャオー。